フォートナイトのお時間だいえー。バットマンコラボが来たぞ霊夢。ティルテッドタウンがまたまた模様替えしちゃってるわね。バットマンの世界が再現されてるみたいだな。早速突入。おお、よく知らないけどバットマンっぽい。アベンジャーズの時もそうだったけど霊夢が絶妙に知らないところとコラボしてくるよな。にわかバットマン霊夢ここに参上。今回も漠然とした知識でコラボを楽しむ模様。まずは早速手に入れたショットガンで悪人どもをしばき倒していくわよ。多分バットマンそんなことしないです。早く言ってよ、もう倒しちゃったわよ。なんでこんな時だけ手際がいいんだよ。あと今すぐスプラッシュ1個無駄にしたな。大地に潤いを与えるのがバットマンの仕事なんだよ。あんな全身真っ黒な格好して自然保護活動みたいなことしないだろ。なんか見たことないアイテム発見。人の話聞いてる。新アイテムは何より重要。解説お願いします。簡単に言うとグラップラーと再展開を融合させたようなアイテムだな。聞き間違いかな。既存のアイテムの上位互換みたいに聞こえたんだけど。ほぼほぼ上位互換ですね。それはつまりグラップラーをカオスソルジャーで再展開をブルーアイズアルティメットドラゴンだとすると、このアイテムはマスターオブドラゴンナイトってことじゃない。例えがすごくわかりづらい。そもそも合ってるのかどうかすらわからないくらいわかりづらい。何はともあれ早速使ってみるわよ。その前に敵がいたので処理しておきましょう。謎の手際の良さ。バットマンのカゴ得てますね。1ミリたりとも得ていませんよ。改めて早速使ってみましょう。強くね。一気に距離詰めるのに使えそうだな。室内を強襲。なんだ草か、いやスーモだ。思いっきり動いてたのになんで一瞬視線外しそうになったんだよ。これがマイナスイオンの力なんでしょうね。マイナスイオンにそんな力ねえよ。てかこの床に刺さってるバットマンマークは何？それもバットマンコラボで追加された新アイテムだな。そうなんだ。気をつけろよ、近づいたら爆発するぞ。トラップみたいな感じなんだ。いや投げれて敵を追尾して近づくと爆発して当たらなくてもその場に残って敵が近づくと爆発するっぽいな。フォートナイトのバランス調整してる人たちって死んだの？コラボで短い間だけだから強めになってるのかもな。お祭りだから楽しんでくれってことなのかしらね。コラボをきっかけに始める人もいるだろうからな。だったら私たちも楽しんでいきましょう。下から追いかけるのは無謀じゃないか。反射神経に全てを委ねていきましょう。このくらい朝飯前よ。フォートナイトのお時間だいえー。霊夢さん、一つ記憶が消えていませんか。バットマンコラボ楽しみだな。さっきもやりましたよね。今回は開幕で緑ポンプ拾えたわ。今今回割っていましたよね。記憶ありますよね。はい、それで流行っていきたいと思います。もういいわ。グレネードをスローインしようとしてるところにこんにちは。さすがに待ってるのはバレてたみたいだな。私の気配断絶を見破るとはなかなかできる人のようですね。思いっきり足音ドスドス鳴らしてたからな。これだから安物の靴は。靴の性能はみんな一緒です。手の口の性能は私の方が上だったようね。それなのにライフ半分以上持っていかれてますよ。回復しましょう。結構遠くで敵が戦っている模様。今こそバットマンブラックネルガンの使いどころなので。なんか爆弾が爆発しそうだけど大丈夫かしら。こんなとっくらい格好つけてさっさといて。めっちゃ怒るじゃん。お前がもたもたしてるからだ。ヒーローは遅れてやってくるのよ。はい、現場に到着。そして慌てて上に上がってくる敵にこんにちは。あざっす。バットマンブラックネルガンめっちゃ使えるな。さすがコラボ武器、バグみたいな性能してますね。バグとか言うな。下の階に敵がうろついてる模様。姿を見せた時があなたの最後よ。もらった。多分あとちょっと。もはや合計何ダメージ与えたかわからなかったな。フラッシュ暗算みたいになってましたね。霊夢にはあの暗算はできないな。世の中は0と1だけ数えられれば生きていけるのよ。せめて10までは数えてください。敵もこの辺りに着地したわず、一体どこに？木の裏に隠れてるな。甘いわね、もう逃げられないわよ。ショットガンでとどめを。やれ間違えた。甘いのは霊夢の方だぞ。大丈夫だから、逃がさないから。なんとか逃げられずに済んだな。ブラックネルガン回数減っちゃったし交換しておこうかな。回数減ったのは無駄遣いしたからだけどな。残り2回、ゴミですね。ゴミって言うな。私のはあと7回も残ってるし、これでガンガン強襲していきましょう。アサルトないし攻めた方が強いかもな。痛い。背中から撃たれたな。意外と近いわね。これなら歩いてあの岩の上から蜂の巣にしてやりましょう。ブラックネルガンは温存か。使うまでもなし。接収。ロボットオンには今や使うまでもなしと言っていたアイテムを惜しみなく使う霊夢。こんな足場の悪いところでロボットと戦えるか。ガンガン強襲すると言っていたアイテムを逃走に使っていますが大丈夫ですか。大丈夫じゃないから逃走に使ってるのよ。哲学ですね。逃げそう。あっとい
ままに残り4回、ロボットとの距離は大して変わっていません。この崖の上まで来れば私の勝ちよ。どんどん近づいてきてるが大丈夫なのぜ。この崖に登った時があのロボットがスクラップになる時よ。何か考えがある模様。ここで乗り込む、そして自爆ボタンをポチッとな。うまいこと距離を詰められたな。ここからは私のターンよ。だといいけどな。ここで相手は人間をぶん回す。そしてすかさず上を取りに行く。ここで私はブラックネルガンで上を取り返す。行き過ぎてしまったのでターンエンド。お前のターン実質何にもしてねえじゃねえか。次のターンに全てを託す。多分何も託せてないです。その後別の敵と争い始めたので慌てて戻ってきた霊夢。忍法玉手裏剣の術。敵が近づかないと爆発しないぞ。だったら自分で爆発させるまでよ。痛ーい。ここで玉の玉によって大ダメージ。タクティカル SMG 強すぎる。あのまま逃げておけばよかったな。ヒーローに逃げるとかいう選択しないんで。約1分前のあなたに聞かせてあげたいですね。玉不正が調子に乗っちゃって。あなたも玉ですからね。全部ブーメランになって帰ってきますよ。むしろブーメランって帰ってくるものなのでは。やかましいわ。危ない。相手ポンプだから1発でもまともに食らったら終わりだぜ。こういう時に取るべき行動はいつも一つ、真実はいつも一つみたいに言わないでください。逃げます。結局使用回数10回のうち8回くらい逃げることに使ってないか。これにはバットマンもびっくりですね。いや本当にそうですよ。結局また戻ってきた霊夢。学習能力がありません。戦いに来たのにこの言われようである。今度こそ手裏剣を食らえ。強。めっちゃフォーミングしたな。とんでもないものが追加されましたね。その後ストームの際で粘る霊夢。ストームに飲まれながら来た遅刻組を発見。この人から回復相手にされればワンチャンって感じだな。残り60くらいなわず、なんとしても倒しきる。ここで絶妙な位置にガラクタ叫ね。降りたところでショットガンや。間違えたー。ラスト1回のブラックネルガンを誤射する霊夢。でもどうにか倒せた。焚き火もある。ヨフもいる。絶妙なタイミングで来るんじゃないわよ。ここは囲って時間稼ぎをしつつ焚き火で回復をして。うわぁ。残りライフ3。ロケランからのショットガン上手すぎるでしょ。これは相手の人が上手かったな。何一人で終わった後の感想みたいなこと言ってるの。多分負けるんだろうなって。まだチャンスあるって。いやでもチャンスある奴の動きじゃないって。敵に背中向けちゃってるもん。背中にも目があるから。だとしたらただの化け物じゃねえか。よし、上取った。あぁ。秒で上を取り返される霊夢。まだチャンスある。ああ。あっけない幕切れ。どうする？もう一戦行くか。チームランブルにウサバラシに行こう。ウサバラシって言うな。これがバットマンフラグじゃあ。本当にウサを放つに来るんじゃねえ。しかももはやバットマンの要素1ミリも残ってねえじゃねえか。周りの人がブラックネルガン使っているので随所でバットマンの香りを感じることができます。コラボってそんな残り場を感じるようなもんじゃないだろ。まあコラボなんてハンバーグ定食のパセリみたいなものですからね。いや絶対ハンバーグだろ。100本ずってもスープとかだろ。パセリ美味しいですよ。パセリが美味しいかどうかは今はどうでもいいんだよ。ハンバーグの話だっけ？バットマンの話だ。バットマンコラボは十分に堪能したしもういいんじゃない？まだ1日しか経ってませんよ。あ、見てマリサ、バットマンコラボのチャレンジ消化しようとしてる人がいる。バットマンコラボの香りを感じますね。いや確かに感じるかもしれんが。コラコラチャレンジなんて消化してるんじゃないわよ。ここは戦争ぞ。いやお前もよくチャレンジ消化しにチームランブルに来るだろ。それはそれこれはこれ。陸人のゴンゼみたいなこと言うな。ここハースト敵ではないか私には。このワンには連れてきてないけどな。バンナー敵ではないですからね。でも私は戦場をひっかき回せれば満足ですよ。一番立ちが悪い奴になってる。戦場の掃除や霊夢さん&知らない人戦場。確かにバンナー敵は赤の他人だけどな。でもミサイルとショットガンで敵を倒しまくってくれる頼れるバディですね。相棒のことをキャレブってバディというのやめてくれる。ヘイバディ、ミサイル撃って。相棒を尻みたいに使わないでください。耐久力減ってきたけども山が戦うわよ。おうちに来たしぶとくロボット乗ってるじゃん。意外と長持ちして私もびっくり。別に降りてもいいんですよ。壊れるまでは乗りますよ。そもそも降りる気はないんだな。あ、見てマリサ、ロボットに手裏剣ついてる。こういうところにコラボを感じますね。お前のそのトンボを見つけて秋を感じるような感覚なんなの。バットマン様子薄すぎるからブーストしておこうかなって。急に本音をぶっちゃけるな。そして最後に下に倒して。成し遂げたぜ。バットマンコラボまだ1週間くらいあるはずなんでみんなも楽しむのぜ。
というわけで今回はここまで。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。